スッキリの後継番組として7月からスタートしたレイデイ日本テレビ系。南海キャンディーズの山里亮太、元 NHK の武田真一アナ、日本テレビの黒田美優アナが MC を務める平日朝の情報番組で、5日の放送ではアンジャッシュの小島和也、50が、水曜レギュラーとして初登場した。写真、小島と一時期は険悪な関係になっていた大物芸人はこちら。現在、1月から放送されている平日昼のバラエティ番組、ポカポカ、フジテレビ系にも金曜レギュラーで出演中の小島。2020年、相方の渡部健が不倫騒動で芸能活動を自粛した際、それをいじられるなどして露出が増加、渡部謹慎バブル、などと言われたが、昨年2月に渡部が復帰した後も、レギュラー番組が増加しているところを見ると、バブルとは違った形で重宝され始めているようだ。小島さんの YouTube チャンネルは登録者数が90万人を超えるほどの人気です。21年には初めて訪れるという新大久保で、妻や女性マネジャーと買い物をする動画を公開。韓国食品スーパーで何を買えばいいんだろう、と戸惑い、韓国コスメ専門店で妻と女性マネージャーが夢中に買い物をする中、小島さんは何をしていいかわからない状態になるも、嫌な顔一つせず最後に会計だけ小島さんが払うというものでした。コメント欄には、主役はほぼ見守ってるだけなのに、なんでこんなにほっこり&満足感&愛おしさがあるんだ、など、好意的な声が集まっていました。キレゲーで知られる小島さんですが、実はこうした心が和む癒し要素も持ち合わせていて、そんな一面が午前中やお昼の番組に合っているのかも、テレビ情報誌の編集者。夫婦仲も良さそうで、相方と違い不倫をするイメージが全くないところも、朝の番組にぴったりなのだろう。人生最高レストラン TBS 系20年11月14日放送では、小島がドラマ、半沢直樹、造形に出演した際、セリフ練習のために妻が小島以外の全役をやっていて、私の負担が大きくて大変でした、と明かされた。それに対して、MC を務める加藤浩次は、仲いいわ、それは、と感心していた。また、妻の手料理で好きなのはカレーといい、明日の朝も妻のカレーが食べられると思うと興奮して寝られなくなるという。自身もよくネタにしていますが、ポンコツエピソードも受けがいい。例えば、極度の方向音痴で、自宅から500メートル先のドンキホーテに行くにも毎回カーナビを使わないとダメと明かしています。さらに記憶音痴で、妻に、俺、好きな色なんだったっけ、と聞いたことがあり、いよいよやばいと思ったそう。3月放送のバラエティ番組に長澤まさみさんと出演した際は、長澤さんの主演映画に出演したことがあるのに、そのことを忘れていたと告白。そのため、長澤さんが、あの時はどうも、みたいな挨拶をしに来てくれても、小島さんは、長澤まさみが笑顔で向かってきてる、ファンなのかな、と、意味がわからないことになったとか。このエピソードに長澤さんが、でも、その時名前覚えてなかったかも。何さんでしたっけ、と振ると、小島だよと、お約束のツッコミで笑いを誘ってました。そうした抜けたところの愛嬌、愛嬌、と感じる人は少なくないと思います。どう？すれ違いコントも立場が逆転。一方で、小島には実直かつ努力家な一面もあるようだ。放送作家は言う、8年ほど前から漢字の練習をしているようです。小島さん曰く、クイズや大喜利で字が汚いとブレてしまい、回答が伝わらないことから始めたそうです。その2年前からは小学生新聞を定期購読し、常識を身につけているとか。
また自身の YouTube チャンネルでは、ド定番のメイク動画に果敢に挑むなど、本来芸人さんなら恥ずかしくて避けることを、小島さんは真面目に挑み続けている。こういう実直さが制作スタッフにも評判がいい。清潔感のあるおじさんという見た目で、若い女性タレントと絡んでもいやらしさがない。夫婦円満で癒しがあり、柔らかな雰囲気も感じる。そんなキャラクターが今の時代に合っているからこそ、重宝されるのでしょう。そんな小島の活躍で、今後は新しいアンジャッシュが見られるかもしれない、と語るのは、元、週刊スパ、芸能デスクの田辺健二氏だ。もともと、牛肉、豚肉、鶏肉の違いがわからない、などのポンコツエピソードを数多く持ち、グルメ芸人の代表的存在だった渡辺さんとのコントラストがアンジャッシュの魅力でもありました。尖りまくっていた若手芸人時代は共演者や後輩からいじられることを極度に嫌がっている印象でしたが、やがて自分がポンコツだということを受け入れ、コンビとしても厚みが出てきた。しかしその矢先に、渡部さんの不祥事が発生。それでも小島さんは相方の復帰を待ち続け、全力でバックアップするなどの姿勢がお茶の間にも伝わったことが、今回のレギュラー増につながっているのでは。上り調子の小島さんに対して、渡辺さんの本格復帰に関してはまだ苦戦しそうですが、以前とは立場が逆転したとしてもこのコントラストこそ彼らの魅力でもあり強み。次は小島さんがコンビを引っ張る形でアンジャッシュとしての露出を増やし、新たな、すれ違いコントもぜひ見てみたいですね。